クンドューズ、クンドューズは、アフガニスタン北部の都市で、クンドューズ州の州都。カンディス、クウンドーズ、コンダッツ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 、コンドース、クフンデューツなどともアルファベット表記される。幹線道路によって、西のマザーアリシャリーフ、南のカーブル、北のタジキスタン国境と結ばれている。人口は26万4100人。 マザーリシャリーフに次いでアフガニスタン第5の都市である。位置は36.73度、N68.86 度 E。標高は、海抜397メートル。クンデューズ市は、東京から西に、約6210キロ、東京、ホノルル間とほぼ同じ、カブールから北に、約245キロ、東京、福島市間とほぼ同じ、タジキスタ国境から南に、 約60キロ離れた場所に位置る都市である。クンドゥーズ市は、ヒンドゥークシュ山脈からアムガリア側に向かって北西に伸びる日本の市脈、丘陵のクヘコラボターとコヒクレワジャ島の間の大きな盆地の中にある。この盆地には、南から東からが流れてきて、砂漠の中に広大なオアシスを形成している。 このオアシスの南側にはヒンドゥクシュ山脈から続く大地が広がっているが、大地にはオアシスに向けて南北に約1 0トルほど突き出た部分があり、その北端にクンドゥーズ市南端にがある。市の中心部は東西南北に外区が整備されており、簡素なロータリー交差点、トラフィックスクエアもしくはサリー小規クウンドズ広場を中心に東西南北に舗装道路が伸びている。 ロータリー周辺はバザールになっていて、2階建ての店舗や露店が立ち並んでいる。道路には車線や信号機はなく、人や馬や自転車やオート三輪や乗用車やトラックが思い思いに通行している。ロータリーから南に約500メートルほど進むと道の東側に周知事工程や行政庁舎、公園、ホテルなどがある。ロータリーから南に約2キロメートルほど進むと、 市会警察の基地や刑務所があり、その先は海岸上の台地になっている。台地は周囲との高低差が25メートル以上あり、境は崖のようになっているところが多い。台地の上は空港まで乾燥した土地が広がっているが、ところどころに家があり、牧草が生えているところもある。一方、ロータリーから西に約1キロメートルほど進むと、スピンザーの工場があり、 そこで道路は直角に曲がって南に進んでいく。この道はエアポートロードと呼ばれており、アジアハイウェイ7号線の一部を形成している。スピンザー工場の角から南に約1キロメートルほど進むとバルフ州のホルムにつながる道と交差す。この交差点の北側には古い病院があり、国境なき医師団が2011年から外傷センターを開院し、重曹患者や 交通事故患者を治療していた。しかし2015年のクンデューズ病院爆撃事件で破壊された。交差点を西に進むとクンデューズ側があり、周辺では珍しく橋が架かっている。一方、ロータリー交差点から北に約1.5キロを取るほど進むと3佐寺がある。3佐寺を東に向かうと、タジキスタ国境の町シルハンやアムダリア側に面したイマーム・サーヒブ軍に至る。 一方、西に向かうと、クンドゥーズ軍のゴルテパ地区を抜けて、カラフィザール軍に達する。サンサジのすぐ東には、バラヒサール、バラヒーサールと呼ばれる、空掘りで囲まれた、古い山城があり、現在でもアフガニスタン軍が使用している。サンサジから五百メートルほど北には発電所がある。クンドゥーズ市の東側を北に向かって流れるナリゴー、コッシュ川はこの辺りで西にカーブして、 死の北の境になる。クンドゥーズなどのアフガニスタン北部は古代から栄えており、紀元前4世紀のアレクサンドロス大王のバクトリア遠征にも登場する。しかし、近代のクンドゥーズ氏が成立したのはずっと後で、19世紀に入ってからである。この頃、アフガニスタン東部に住んでいたパシュトゥーン人のシール・ハーン・ナセルの一族は、 アブルフマーンハーン王から政敵としてみなされ、アフガニスタン北部のこの土地に追いやられた。何もなかった、この土地に、シールハーン・ナセルは、クンドゥーズの町を建設し、アムダリア川沿いに貿易港である港を開港し、お創業して、綿花を育てた。これらの事業は、成功を収め、ナセルの老いの,の時代には、スピンザーは、社員数二万人の大企業に成長しがいも、発展した。 これがクンドゥーズの町の成り立ちであり、現在でもカンダ・ハリーの末裔が住んでいるためクンドゥーズはパシュトゥーン人の多い町になっている。しかし、パジク人やウズベク人が多いアフガニスタン北部でパシュトゥーン人が多数派を占めることには弊害もあり、例えばパシュトゥーン武道主体とするターリバーンにとっては協力者を得やす土地柄であり、アフガニスタン紛争の第二次マザーリ・シャリーフの戦いや、 アメリカ同時多発テロ事件後のクンドゥーズ包囲戦や2015年のクンドゥーズの戦いなど、クンドゥーズはアフガニスタン北部におけるターリバーンの抵抗拠点として選ばれることが多い。その後も政府軍の総統作戦が続けられているが、2016年10月にもターリバーンに市内を占拠されたか、2017年4月には政府軍の基地が襲撃され、推定140人が死亡。 同年5月には、再びターリーバーンが市内を占拠し、多数の市民が市外へ避難する騒ぎとなった。なお、クンドゥーズ空港は、アフガニスタン首相のの要請によって、1965年にアメリカ合衆国が支援して建設した空港である。冷戦時代には、米ソの支援によって、アフガニスタンに様々なインフラが作れた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。